はい、ちょっとお知らせがあります。明日ですね、まふまふさんのチャンネルでひろゆきさんとひかるとまふまふさんでテレビじゃ流さない話っていう生放送します。これね、ワンチャン定期的にやっていこうって話になってて、それの第1弾がまふまふさんのチャンネルで生放送で流れるので、ぜひ見てください。ちょっとね、すごい討論番組じゃないけど、なんかいろんなテーマを扱ったトーク番組にしていこうと思ってて、こうワンチャン過激な内容も飛び出るんじゃないかなっていう。11月8日の20時から、はい、まふまふさんのチャンネルにてます。もう俺もめっちゃ楽しみで、まあ、そもそもひろゆきさんと話すの自体も久しぶりだし、しかもワンチャンでは3人の戦いが起こる可能性もある。あるな、だって3人全員意見が違かったら、やっぱ三つどもえの攻防になるから、ほんまに、うん、だからほんまに光 VS ひろゆきっていうの結構言われてたんですよ、光さんとひろゆきさんのトークみたいな論破合戦、それがもしかしたら見れるかもしれないっていう。まあ、争いたくないけどな、あんな面倒くさい人と。ファンからしてそれ見たい。まあ、揉めに行きますよ。ひろゆき大臣でしょ。ちょっと何言ってるか分かんないですって言いますよ、毎回。それひろゆきさんの感想ですよね。